千葉の88期三上義隆選手です。さあ、三上選手、近況はいかがですか？そうですね、今年入ってから、はい、好調は続いてるんで、まあ、調子はいいと思います。かなり初日、2日目、まずは結構ってきてますね。そうですね、はい、1月、2月、特に調子良くて、まあ、そこまで何変えたってわけではないんですけど、まあ、練習ですごい感じが良かったので、それが出てきたと思います。どんな練習をされるんですか？そうですね、やっぱり街道練習とか、最近はトレーナーをつけてやったりとか、はい、それもずっとやってたんで、それが出てきたと思います。また師匠の名前の関係がついてですか？そうですね、1月に東出さん の師匠の関係です。やっぱり気合が入るんで、まあ、そこで、まあ、成績はいいんで、まあ、それもきっかけで今年良かったと思います。まあ、それからずっといいですよね。そうですね、はい、今期はまあだいぶいいと思います。はい、前回はそうですね、前回ちょっと展開悪くて、はい、まあうまく噛み合わなくて、まあ、欠場してしまったんですけど、まあ体調は大丈夫だと思います。この大宮のイメージどうですか？そうですね、大宮は優勝経験もあるんで、まあ、悪いイメージ、そうですね、はい、悪いイメージはないです。この 500m バンクってどうでしょうか？そうですね、地元の千葉も500バンクなんで、はい、そういう苦手意識とかは全くないですね。三上選手のその戦法的には？そうですね、ガンガン戦法以外はもう何でも、はい、緩んだら行くし、まあ、詰まったりしたら、まあ、できるだけどかしたりとか、もう何でも流れに応じてやるようにはしています。はい、今回の意気込みを教えていただけますか？そうですね、前回大宮来た時失格してるんで、うん、まあ、それ取り返せるように、うん、まあ、まずはしっかり決勝乗って優勝狙えるように頑張りたいです。挽回していきたいですね。そうですね、はい、はい、はい。